最近新入荷を取れてなくて、ちょっとまとめて一挙公開するんだけど、最後にすごいの出てくるんで、最後まで見てくれると嬉しいです。ちょっと大きいですね。私動き出すとさ、結構怒るんで。サバンナモニターどんぐらいだろう、尻尾まで入れて30センチあるかないかぐらいの人たちが5匹来てますね。そうじゃない、1匹売約いただいてるのであと4匹なりますがね。みんなもうピンクマウスも食べたし、コオロギも食べたし、ご飯の時は別々に分けてご飯を食べてもらってます。で、口に血の匂いがついてると喧嘩するのでお口を拭き取ってます。赤ちゃんみたいな子たちです。噛もうとして怒って、意外とサバンナもこんなフシフシ丸だったりするんですよ。でもまだサイズがそこまで大きくないので鳴らせるんじゃないかなと思います。ここの写真はおいおいツイッターに上げていきたいと思います。実は来ていた4匹、この間5匹のちっちゃい、思ったよりちっちゃいって言われたあの小さいクレスちゃんたちが来て、でそぞっと完売してしまったんですけど、実はおかわりしてたんですよ。今回はね、前回よりは良きサイズかなっていう感じがします。怖っ。かわいい。はい、今回もカラードで4匹来てるんですけど、元気、とにかく元気、もう ML サイズの食べてます。ほらほら、超元気。サイズどんぐらい、10センチ、これですよ。ヤモリさんたちの撮影はこうなるんですよ。10センチぐらいあるかなって感じで、もう ML サイズのコオロギ1匹ペロッと食べてます。調子いいと2匹、はい、食べるそうなんだけど、あの一匹にしてあります。お腹がねまだ小さいのでパツパツのパツになっちゃうんでね、一匹にしてますが、前回よりは大きいサイズだと思います。結構もう頭も大きくなってきて動くね、本当に。この子はちょっとね、いや、これポチが結構増えてきましたね。私実はダルメシアン結構好きで、まだダルメシアンまではいかないぐらいのポチですが、結構出てきた方じゃない？鼻の横にポチがあるんだけど、ちょうど鼻3つあるみたいになってるね、お前。はい、うん、飛ぶね、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、飛ばない。はい、この子もううっすらポチは出てるけど、この子はもうそんなに増えないんじゃないかなっていう感じがします。湿度が上がっている時はやっぱり色濃くなる子もいるんですがね、今はこんな色。クレスってなんか持ち帰った時と管理してる時のなんていうの、色の違いがすごくて、誰あれこの子買ったっけみたいなぐらいガラッと変わるので、飼ってて面白い種類だと思います。で、この子はもう来た時から一番でかかった子です。しっかりサイズ、この子はもう、おい、やっぱ大きいから一番元気です。この子もね、ポチがいっぱい出てきて、ポチって私ぐらいのポチって今多分、おい、はいはいはい、いっぱい出てきて、この子も12、3センチあるんじゃないかなって思うんですけど、こっちに来るな、あちらにカメラがありましてね、わかります？ほら、この子かわいいんだわ。なんか来た時から頭がでかかったの。何この子かわいいと思ってたら、体がおっつってバツバツになってきたね。ムチムチになってきました。最初は頭だけやたら目立ってたんだけどね、しっかりと立ち上がってきましたよ。この子はさすがに大きいのでコオロギ1匹じゃ足らないので2匹与えてます。ちょっと戻って大きいの、この人は一番戻すの大変なんで、そろそろ大きいケージに君だけ引っ越しだね。そう、まあだから結構来てるんですよ。この子は何でしょう。突然始まる恒例のクイズですけど、ベーコン水トカゲです。決して食べ物ではありません。あの4匹うわい、結構バタバタのバタ、今はなんかこう置物みたいになってるけど、走り出すとやっぱり早い子たちです。
テラリウム、パルダリウムをしっかり楽しんでレイアウトを組めるようないい種類だし、このゴツゴツした表皮がね、クロコダイルスキンクとかも言われてるので、クロコダイルスキンクの名に恥じないかっこいい見た目をしてます。顔をよく見るとめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、今バタバタしてたこの子いるじゃん。この子のいいところは口を開けて寝てますよ。え、口開けてどうしたんってなったら、こう触ったら、寝てたのっていう時が2、3回あります。みんなバタバタし始めちゃった。こんな感じで、この2人は結構大きいです。ベコこんなでけえんだって思った今回みたいなぐらい、頭もしっかり全然サイズ違うんですよ。でかい子組、小さい子組、一緒に飼育、今管理ケース一緒にしてるんですが、喧嘩する様子は見られないですね。あんまり他人に興味はないみたいです。で、隠れられるとこもしっかり作って、水場を大きめにしてあげた方が好ましいと思います。ワイルドの子たちなんで傷があったり、こうやって再整備だったりとかはしますが、とてもかっこいい小型のトカゲさんたちだと思います。新入荷がいっぱい来てたのに動画がアップできてなかったので、盛りだくさんな動画になりそうですね。またこう、私バレてないって今多分思ってるから、結構こう動かないんですよ。赤目カブトトカゲも4匹見てきてます。今回はね、よく見る大きいサイズで安心の、お腹もポコポコ、ほらパツンつって、なんと撮影しやすいんだろうね、この子たちも。本当にこの子たちも水場を大きく作ってあげて、パルダリウム、テラリウムで飼育してあげることが好ましいので、飼育を楽しむプラスレイアウトも楽しめるいい小型の特徴だと思います。うちでは一番多分数が出てると思われます。ヘルマンリクガメですね。ヘルマンはやっぱ最終サイズがそんなに大きくないことから、マンションの方たちとかにも人気があって、前回実は2匹いたヘルマンが立て続けに出たんですよ。カメってやっぱり愛嬌があるし、意外と人に慣れる、これは懐いたと言ってもいいんじゃねえかみたいなことがあるので、実は隠れ人気がありまして、この子は特に小さいです。ピンポン玉とまではいかないんですけど、包丁でまあ6、7センチってとこかな。でもね、こう持った時にこう顔を出すから結構みんな肝は座ってます。そして小松菜をバリバリよく食べてくれてますね。こうやって持った時にね、顔を出す子たちは結構神経質じゃなかったりするので、だん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 人を認識して寄ってきてくれるようになるので、とっても可愛いと思います。今回珍しく3匹に寝かしました。さすがに早くてちょっと持って取ることはできないので、ゴールデン月光バナナヤモリ侵入化してるんですけど、今この子はいい色してるんですけど、もう一匹はねすんごい茶番でます。朝帯はこう綺麗な色をしてることが多いですが、夜になると結構色がね、ゴールデンとはみたいな感じになります。誰みたいな、ゴールデン月光安価でサイズもしっかりしてて結構強くてワイルドの子ですが、飼育もしやすい。ただ触ったりすることは張り付く系なのでできないので、それは十分注意して飼育してください。そしてホワイトライン月光が3匹入荷したんですが、凝って撮影はできるタイプの子たちではないので、隠れちゃった。でもホワイトラインって、まあホワイトラインめっちゃ入ってるからまんまやんってなるんだけど、ヤシヤモリっていう和名がついてるんですが、お目目が実はめちゃくちゃ綺麗なんですよ。そんでね、憧れのスリムバデーですね、はい、この子たちも触って飼育するものではなく、レイアウトを楽しみつつ飼育を楽しんでいただくような種類なので、あまりハンドリングとかには向いてない種類になります。ただね、長さがあるので飼育の満足度は高いと思います。そしてうちでは初入荷になります。めちゃくちゃ黒い、あのね、想像の2.8 倍、大したことないは黒い、マジで黒い、とても黒い。今ね、小さいけどプリプリなんですよ、体格がとてもいい体格で、
昨日はなんかちょっとまだ警戒してるのでコオロギ追っかけ回してましたが、これからどんどんお肉に慣れていただこうと思っています。黒い動き出すとすごい逃げたがるので、ね、やだやだやだね。尻尾もこうぷっくり、お腹もぷっくり、すごく綺麗な子です。まだね来たばかりで警戒心が強くていやいやするけど、今のところ噛んでくる様子はないですね。よく触ってあげようかなって思ってます。ベロが黒いのすごくね、びっくりしたんだけど、私先端黒いんですよこの子。思い切って入荷しました、サルバのメラに。これが紹介したかったんだけど、ちょっと溜めすぎて新入荷いっぱい盛りだくさん動画になってしまいました。一緒にエンディング出ますか。この動画をいいねと思ったらチャンネル登録高評価お願いいたします。ペコってしたよ今。かわいい、かわいいなお主ね。こんな綺麗とマジで思わなかった。テンション爆裂上がってる。昨日からずっとテンション上がってる。また次の動画でお会いしましょう。バイバイする？バイ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 したの？かわいいねあんたね、なんでもかわいいね。おとなしいじゃん、かわいいね。目指せてたな。じゃあね。うちがサルバのメラに入れる日が来るなんて誰が想像しただろうか。